神聖な場所で何をやっているんだ。まったく騒がしいことだな。入り口にまで騒音が響いているぞ。ギッ、ワニ野郎が来やがった。くねえ、こっち見るな。あれ、もう終わり？僕はもうちょっと遊んであげてもいいんだけどな。終わらせたくねえが終わりだ。ほら見ろ、ガビエルウォッチが来たぞ。早く開催宣言をしろ。一度食べられてみたら？そうしたら時計ワニも満足してもう襲ってこないかもしれないよ。できるか！一度食べられたらそれでしまいだ。ワニが満足してもしなくても一回限りの食事なんだよ。ほら、早く開会宣言をしろ。参加者が減ると楽しめねえだろうが。クックは危険そうな人だけど、目の前で人が死ぬのは嫌だわ。ピーター、今すぐ開催宣言をしてちょうだい。全員揃ったらすぐに終わるんでしょ。私早く眠りたいの。あ、そうか、眠いって言っていたのをすっかり忘れていた。ごめんね。よし、参加者が全員揃ったから開催宣言をするぞ。退屈の世界から来た3人の審査員の皆さん、準備はいい？準備いいみたいだね。じゃあお菓子のコンテストを開催しようか。時計ワニ、獲物を目前に割る。かっこ悪い。こんな姿手下どもには見せられねえぜ。静かな子たちね。こちらが妖精らしい妖精なのかしら。開催宣言も終わったことだし、このまま1回目のコンテストを開始しようか。君が疲れているなら今度にしてもいいけど。ねえピーター、開催宣言はもしかしてもう終わったの？そうだよ、ちゃんと開催を宣言したじゃないか。言ったでしょ、すぐに終わるって。確かにそうだけど、何か他にもっと儀式的なことをするんじゃないの？別にしたくはないけど。それで俺たちが審査するお菓子ってどんなもの？1回目のコンテストを開催するってことは見せてもらえるのかな？もちろんだよ。今から順番に紹介するね。右から幸せのドロップ、唯一のチョコレート、破壊のビスケット、虹のアイスクリームでございます。どれも甘そうね。ドロップは僕だよ。食べるとすごく幸せになるドロップなんだ。チョコレートは俺だ。唯一のチョコレートはその名の通り他では手に入らない貴重な代物だぞ。
心して食え。私は破壊のビスケットを出品した。思う存分に粉々にすればいい。破壊は芸術だからな。俺のお菓子は虹から作ったアイスクリームです。七色の味が楽しめますよ。さあ食べてみて。一番美味しいと思うものを決めたらいいだけだから簡単だよ。食べてから審査しないといけないの？私甘いものは食べたくないんだけど。しかもこんな状況下で食べさせられるなんて絶対に嫌。あ？ふざけるなよ。審査した後で食っても意味がねえだろう。審査した後でも食べたくないわ。審査員にだってなりたくてなったわけではないもの。無理やり連れてきたんだから私の意思ぐらいは尊重してくれたっていいじゃない。開催宣言した後でそんな言い訳できると思ってるのか。審査員は審査するのが規則だ。審査はするわよ。食べないだけで。僕も食べたくないから食べない。甘いものは苦手だからとても正確に判断できるとは思えないんだ。おい、こらパン、てめえどういう基準で審査員選んできやがった。こいつら役に立たねえじゃねえか。別に食べても食べなくてもいいよ。は？何言ってやがるこの野郎。食わずに審査できるわけねえだろ。勝手な規則作るんじゃねえよ。それで審査ができるのなら問題はないんじゃないかな。必ず食べなくてはならないという規則なんてないんだし、食べずに審査した結果を世界が受け入れることがあればそれも結果だからね。ああ、俺は遠慮なく食べさせてもらうよ。やっぱりドロップだけじゃ足りないんだ。どれも美味しそうだ。3人で協議してから優勝のお菓子を決定するのもありだよ。マイケルだけが食べるならその意見で決めてしまえばいい。今日結果が出なくても次の審査会に持ち越されるだけなんだから気楽にね。相変わらず曖昧な規則だな。どういう基準で決まっているのかさっぱりわからん。俺はこの曖昧な感じ好きですよ。何が起きるかわからない不透明なところとか特に。これもう食べていいんだよね。食べちゃうよ。いただきます。ちゃんと審査のことを考えて味わって食べろよ。お前の判断が僕たちの運命を決めるんだから。俺ばっかりに責任押し付けるのはやめてくれよ。2人が食べないって言うから俺は2人の分まで食べなきゃいけないんだから。うわ、なんだこれ、美味しいな。チョコレートもビスケットもアイスもドロップまでどれも。食べきるのがもったいないや。どれが美味しいか決まった？あれも美味しかったし、これも美味しかったし。結果が決まりましたら別室にお入りください。違う部屋に行かないといけないの？マイケルが決めたお菓子で決定なんだからそれが優勝でいいじゃない。ここで相談はしてもいいけどね。審査結果はあの部屋からじゃないと出せないんだ。どうして？どこにいても結果は結果じゃない。
あの部屋は世界の意志と一番近い特殊な空間になっている。君たちが決めた答えが本当に正しいか、世界の意志が判断してくれるのさ。部屋の中に入ったら、一番いいと思うお菓子のことを三人同時に思い浮かべるだけでいい。それが本心なら正式な優勝として認められるんだ。本心かどうかなんて自分たちにしかわからないじゃない。曖昧すぎるのも程があるわ。世界の意志にはわかるんだ。本当の気持ちで決めないと審査は失敗に終わるから気をつけてね。本当の気持ちで決めたとしても認めてもらえなかったらどうなるの？世界は絶対よ。それだけは疑うことを許されないわ。世界を疑えばこのコンテストは成立しない。この世界自体も成立しないんだよ。あの部屋に行かないと結果が出せないというのなら、さっさと言って終わらせましょう。ちょっと待ってよ姉さん。まだ決められないよ。チョコレートもビスケットもアイスもドロップも全部美味しかったんだ。お前の舌は飾り物か。私の用意したビスケットは群を抜いて素晴らしいだろう。虹から作った俺の特製アイスが一番美味しいに決まっています。この世にチョコに勝るものなんかねえよ。あれは菓子というより琥珀色の宝石と言っても過言じゃねえ。みんな分かっていないな。僕のドロップ以上に美味しいものなんてないよ。そういえば優勝者って何か特典があるの？あるよ。好きな願いが何でも一つ叶えてもらえるんだ。何でも？例えば俺が人間になりたいと願えば、妖精ではなく人間として生きていくこともできます。俺が空を飛べるようになることも可能だ。そうすれば単に逃げ場なんか与えねえからな。つまりそれだけ価値のあるコンテストだってことなのね。審査員も審査が終わればお礼として優勝者と同じ得点が得られるよ。ただし3人で一つの願いだけどね。君たちは元の世界に戻ることが願いだったっけ？審査が終われば元の世界に戻してくれるというのはそういう意味だったのね。来た時と同じようにあなたが連れて帰ってくれるのかと思ったわ。ピーターが俺たちを連れて帰ってくれたら、俺は違うことを叶えてもらいたいな。世界一のパティシエになる技を身につけるとか。マイケル、そういうのは自分の力で手に入れるからこそ価値があるのよ。家庭が大事なんでしょ？ずるいや、人の上げ足を取るなんて。僕はあの世界が嫌いだから行く必要がないのに行きたくないんだ。君に帰ってほしくもない。わがままね。ごちゃごちゃ話をするのは後にしろ。真面目に審査をする気がねえなら俺は帰るぞ。暇じゃねえんだ。ナナはダメだよ。審査員以外が部屋に入ったら審査として認められなくなる規則なんだ。ナナ、入り口で少し待っていてくれる？ごめんね、心細い思いをさせて。本当にお前は賢いな。すぐに出てくるから待っていろよ。すごい。見たこともないよ、こんな空間。まるで演劇の舞台装置みたいだ。
ここでさっきのお菓子のどれがいいのか決めたらいいのね。マイケル、率直にどれが美味しかったか答えてくれる？さっきも言ったけど、本当にどれも美味しかったんだよね。そんなことだと審査にならないだろう。僅差でも何でもいい。これというのはなかったのか。そうだな。でもどれも甲乙つけがたくて、どれが一番だったかな。よく考えずに食べるからわからなくなるんだ。お前は昔からそそっかしいやつだから。なんだよ、俺のせいか。だったら兄さんが決めろよ。俺にばっかり決めさせようとするのはずるい。そう言われても僕は食べていないから。食べなかったのは兄さんの意思だろ。何でもいいよ、見た目でも香りでも評価できる部分はあるはずさ。ジョン、私たちも考えましょう。3人ともが納得できるお菓子を。考えなきゃ。どれが一番にふさわしいか。